SCP-253-JP、オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-253-JP は必ず電池を抜いた上でサイト、8173内の低危険度オブジェクト収容ロッカーに収納してください。認可された実験以外の持ち出しは禁止されています。SCP-253-JP のスイッチ部は誤作動防止のため電子錠のついたアクリル製カバーで覆います。カバーを外す錠は現在実験担当者である、博士の管理下にあります。誤認を避けるため、SCP-253-JP には識別用タグが電子錠と別に取り付けられています。また、サイト、8173で使用するすべての車両は車体に黄色。ないしそれに類する色を使用してはいけません。説明。SCP-253-JP は、全長約60センチメートル。太さは持ち手部分で約5センチメートル。発光部先端で4センチメートル程度の、駐車時の誘導に用いる一般的な誘導灯、交通法上の赤色灯、と呼ばれるもの、に見えます。重量は電池が入っていない状態で約 350g ですが、これは同型の市販品の約 1.5 倍に相当します。刻印されている製造番号から、少なくとも本体は国内メーカーの、社の製品、商品名、と判明しましたが、製造ラインや企業に得意な部分は見られず、SCP-253-JP が異常特性を獲得するに至った理由は不明です。現在、上述の重量の増加から何者かの手によって改造が加えられた可能性が示唆されています。分解。破壊の試みはすべて失敗しました。X 線等の非破壊検査の結果、材質や内部構造は同型の製品とほぼ同じであると判明しています。持ち手のケース部分に電池を入れて手元のスイッチをオンにすることで、内部の LED が点灯します。SCP-253-JP は以下の条件をすべて満たしたとき、活性化します。人間が手に持ち半径30メートル以内の、車輪のついた乗り物、自動車、自転車、バイク、着陸時の飛行機等、を誘導する。その際の乗り物、以下、SCP-253-JP-1 として、は人間が直接に運転しており、なおかつすべての車輪が設置している。誘導時、昼夜問わずスイッチがオンで点灯状態である。SCP-253-JP-1 の約 75% 以上が黄色。ないしそれに類する色である。以上の条件を満たした状態で車両の誘導を行った場合、SCP-253-JP-1 の運転手、以下ドライバー、が時速 150km 毎時から、削除済み、km 毎時に瞬間的に加速します。シートベルトなどで体を車内に固定していた場合、それらはまるで車室を助けるように即座に外れるか、切断されます。また、この運転手の車室を補助する効果は SCP-253-JP-1 全体に及び、明らかに強度的に耐えうるはずのガラスや天井は射出の瞬間極端な脆弱さを示して突き破られ、ドアや窓等の稼働する部分であれば自動で開いて、出口を作ります。SCP-253-JP-1 に実験のため増設されたハーネスやベルトも、車内空間にある限り同様の影響を受けます。大抵の場合、射出された運転手は地面への激突、摩擦によって全身の打撲、骨折、脳挫傷、変臭済み、等の重傷を負い、最悪の場合死亡します。また、助手席等の同乗者は射出こそされませんが、方向によってはドライバーが激突して同等かそれ以上の負傷の可能性があります。また、射出される方向は常に北から北北東の方角、355度から18度です。複数の実験により、射出方向の法則を割り出すことに成功しました。詳細はホイ SCP-253-JP を参照。SCP-253-JP は、県の中学校の入学式で来場した保護者の車両に対して使用され、
誘導車と運転手が激突して死亡するという事故により財団の目に留まりました。調査の結果、誘導係の教員が手にしていた SCP-253JP が原因だと発覚したため、同校にあった同タイプの誘導灯は全て接収の上で、関係者の全てに B クラス記憶処理を行いました。また、カバーストーリー、不幸な事故、が用意されました。なお、接収された誘導灯のうち、異常性質を示したものは1本のみでした。当該中学校の物品購入記録により、SCP-253JP は事件の4年前に購入されていることが分かりました。長期にわたり同様の事故が起きなかった理由としては、学校行事の際、昼間のみの使用に限られていたことが大きい理由と推測されます。事故の際は何かの弾みで使用者がスイッチをオンにしたと考えられますが、詳細は不明です。実験記録 253JP-01 日付2000年月日対象一般的な乗用車、車体は黄色、運転席にはダミー人形を乗せる。実施方法、 B クラス職員に SCP-253JP を活性化状態で使用させる。なお特に記載のない場合、実験はサイト8173内の車両実験用ガレージ内で実施された。結果、変化なし、分析。実際に人間が乗っていることが重要なのだろう。実験記録 253JP-02 日付2000年月日対象三輪車、黄色に塗装した上で D クラスをドライバーとして乗せる。実施方法、B クラス職員に SCP-253 を活性化状態で使用させる。結果、変化なし。分析。SCP-253JP にとっての乗り物の境界線はどこなのだろう。やはり自転車か。実験記録 253JP-03 日付2000年月日対象一般的な乗用車、車体は緑色。ドライバーとして D クラスを乗せる。実施方法、目隠しをした D クラス職員に、黄色い車が目の前にある、と偽の情報を与えて、SCP-253JP を活性化状態で使用させる。結果、変化なし。分析。SCP-253JP には知覚があると見て間違いないだろう。少なくとも車両の種類と色は判断できるようだ。実験記録 253JP-04 日付2000年月日対象要人警護に使用される防弾仕様の車両、車体は黄色、ドライバーとして D クラスが乗車。実施方法、 B クラスの誘導車に活性化状態で誘導させる。結果、ドライバーは北の方角へ射出され、編集済みの欠損を含む重傷。その後終了された。車両の屋根は内部から外側へ破られ大きくめくれ上がっていたが、射出された D クラスの体重と速度では破壊は不可能と予測されていた。射出方向は北北東、13度方向。分析、ドライバーというよりは、車体全体に影響を与えるものらしい。実験記録 253JP-05 日付2000年、月、日。対象、型旅客機。機体を黄色に塗装。パイロット経験者の D クラスがドライバーとして操縦。なお、逃走防止のため機体は飛行不可能な状態にしている。実験は、県にある財団のフロント企業が所持する滑走路を一時的に閉鎖して行った。実施方法、D クラスの誘導車に活性化状態で誘導させる。結果、編集済み、誘導車、ドライバーは共に即死。射出方向は北西、311度方向の方角だった。分析、射出方向は限定されているものと思っていたが、違うようだ。他の実験と違うのは、車両のサイズと場所だ。特に、場所を変えたら方角も変わった。という点は関連性を無視できない。サイト、
8173外での実験も検討する必要がある。そういえば、発見時の事故はどうだった?ホイ SCP-253JP、博士の指摘により、財団が SCP-253JP を発見することとなった中学校の事故で、射出された方角が北から大きく外れる事実が確認されました。データを詳細に分析した結果、射出方向の線を延長すると、県、市のある一点で交差しており、そこは現在は使用されていない自動車教習所の廃墟でした。現地にエージェントを派遣しましたが、場所そのものに明確な異常性は認められませんでした。しかし文書 SCP-253JP が発見され、また放置されていた教習車と思われる廃車が黄色であったことから、現在は財団の監視下に入っています。また、当該廃墟内で SCP-253JP を活性化させる実験が申請されており、現在承認待ちです。文書 SCP-253JP、ホイ SCP-253JP における廃墟内で、元は事務室だった部屋の壁面にペンキで書かれていた文章です。おめでとうございます。あなたは見事、紅に輝ける聖剣の守り手と、カナリア色をした鉄馬を狩る騎手の導きによって、この場所を見出しました。呪文を唱えてください。それこそが、かつて栄華を極めた帝国の財宝を手に入れる、最後の手続きです。呪文に該当すると思われる記述は現在においても未発見であるため、本文書に関する判断は保留されています。